ね、てかやばくない？教室でかくなったくない？去年から。あいつの授業マジで人気あんだね。あ、そう、めっちゃ楽単らしいよ、今年の方が。なんか楽単で別に内職してても怒られないですバカな見せねえよってみんな言ってた。ラッキー、抽選外れなくてよかった。はい、始めまーす、始めまーす。今日のやりでかい、はい、はい、やりますよ。静かに、静かに、皆さん静かに。はい、ということで、早速講義の方始めていきたいと思うんですけど、Tinder 演習ということで。前回ね、Tinder 概論が人気でしたので、Tinder の演習の授業も私担当することになりました。Tinder 取ったんだよね、みんなね。Tinder。Tinder 概論、Tinder 取ったんだよね。ティンキも取ってる人もいるのかな。ティンキ、ティンキ、ティンキ、ティンキは取ってないよね。ティンキ取ってないか。ティンガイ、ティンガイ取ってればなんとかなるから。じゃあ行きましょうか。オンラインでね、受講してるね、生徒もいるって聞いてますので、ティンガイ練習では実践的な内容をね、やっていければなと思っております。じゃあまずね、私がどのようにティンダを使っているかをちょっとね、見せようかなと思いまして、私のスマホ繋がってますんで。また見れるんだね。私のあのプロフィールね、まず見せていきたいと思うんですけれども、これがまずあの潜在写真の西田ですね。で、違うパターンの潜在写真の西田で、その次がファッションショーに出た時の西田ですね。懐かしいですね、これね。これが単独ライブのフライヤーの西田、前の単独の西田、 M1 会社復活のテントでの西田、そしてあのグンピーさんとの西田、西田、西田ですね。グンピーさんを入れるっていうのは、やっぱりあの自分よりちょっと下っぽい人を入れておくとマッチの感じがこう上がるんでね。マウンティング用のバキバキ童貞なんだね。それでまあグンピーさん入れてますけど、最低だな。じゃあここに写真オプションスマートフォトってあるんですけど、何あれ。スマートプロフィールをオンにいたしますと、自動的に一番人気の写真が最初に表示されるということで、これめちゃくちゃ悩むんですけど、9枚登録できて、どれが一番こうみんなにこう好かれるのか、人気になるのか分かんないんですけど、それをまあ AI というか Tinder の方で勝手に人気のあるやつを選んで最初にしてくれるというのがスマートフォトですね。そして次が自己紹介のところですね。これあの西田です、まずね書いて、漫才をやっています、ラランドというコンビです。で、こっからも面白そうとか、こう出演番組が列挙されているというこういう感じですね。そしてまあ、ここ興味、読書お笑い犬好きのまあ興味があるんで、これが同じ趣味だとまあマッチしやすいという。つまんない人そうだな。はい。そして上智大学校は上智大学2回退学。嘘よくないですか。ちゃんと書いてんの。ティンダーのポイントは嘘がないことです。いやでも最終学歴企画だろ、普通。東レ実践高校だろ。いえ、最終学歴は河合塾横浜校なんですよ。誰が読み合格だよ。ですから、まあ、私は上智大学2回中退と。こう嘘にはならないけど、やっぱ目を引く内容を書くのはやっぱ大事ですから。なるほど、確かにそうかも。ここでわけわかんない高校の名前を書くよりも、有名、ちょっと有名な大学を2回退学してると書くことによって引きがあるってことなんです。そしてここは今私やってないんですけども、インスタグラムとの連携、あとテーマ曲を Spotify で設定するってのもできますから。設定したらいいんじゃないですか。Spotify とかの僕よくわかんないんです。ちょっと難しくてね。インスタの連携したらいいじゃないですか。インスタのキモ家しか上げてないんで意味がないです。そして性別、まあ、ここはあの男性女性その他と選べて、これね、最近ね、性的指向っていうのを選べるようになったんです。うわ、クエアまで入ってるじゃん。そう、なんかストレート、ゲイも入ってるとか、こういろんな、まあ、選べる。で、これはまあ表示するかしないかは選べるとしたのタグでね。あ、じゃあ本当にここでそういう、なんていうんだろう、性的に興味がない人もちゃんとここで選択できるようになってるんですね。なってるなってる。だからまあ本当に恋愛目的で使ってる人がまあ多いイメージはあるんだけども。そうか、なるほどね。友達作りとか、こう同じ境遇の人と出会うとか、いろんな使い方ができるわけですよ。3つまで選べるんですね、しかも。そう、3つまで選べます。どのような基準でスワイプしているかちょっとね、私が言おうと思うんですけども、スワイプをどうするかはもう本当に人によると思うんですよ。正解はないというか、
100人いたら100通りのスワイプがあっていいと僕は思ってるんですけども、まあ、あくまで僕の一例としてどうスワイプしているかをまず言いますね。まずね、1枚目の写真がパンと出るわけですよ。実際の画面見てみましょうね。うわ、リアル。うわ、こういう感じでこの人は写真が計4枚ですね。で、この下のね、ここを押すとこの人の、あ、この人の文章がもう書いてないですね。本当だ。その時点でやっぱ誠実じゃないというかこれ前も言ってましたね。はいはい、 Tinder で一番大事なのは誠実さです。相手にどれだけ自分の情報を渡してるか。はい、この人はまあノープですね。この人ノープなんだ。情報が少なすぎますから。あ、この人いいですね。1枚目顔写真、遠目の顔写真、あ、もう顔写真3枚です。で、どこに住んでるかと、まあ、学校の簡単な情報、そして趣味、これ5つ選べるんですけど5つ全部入ってます。で、ちゃんと文章も長く書いてあると。でもまあ、さっき見た人よりもこっちの方が誠実でしょ。まあね、そう、ちょっと癖は強いですね、文章の。なんかその大阪人っていうのをすごいね、振りに使った面白いプロフィール風。そうですね、ここの、まあ、好き嫌いは別れるにしろ、この人が一番誠実、今のところね。じゃあどっちですか。この人はライフですね。ライフ、ライフなんだ。ライフです。芸人なのにライフです。あの面白さでいいの。顔も可愛いです。誠実ですからね、はい、そしてあの、これ大事なお知らせなんですけども、はい、8月にご新規登録した方にはね、ブーストを1回分無料配布してくれるというのが今回ありまして、はい、皆さんブーストって、まあ、分かる、展開が出てるから分かるよな。改めてちゃんと説明しますと、うん、プロフィールがね、トッププロフィールとして30分間表示されると。普通は、まあ、Tinder ゴールドと Tinder プラチナムのメンバーが毎月1回使えると。わ、そういうものなんですけども、まあ、私で置き換えますと西田のプロフィールがいろんな人に優先的に表示されるというか。かわいそう。かわいそうってなんだ。なんだよ、かわいそうって言ったら。で、ブーストを使うと最大でなんとプロフィール閲覧数が10倍増加します。10倍です。出会いも多くなるわけだ。ちなみにあのね、この Tinder っていうのは、はい、お盆、その期間が一番ユーザーが増えるというか、一番活発に使われる期間なんですよ。そう、だからこの時期を狙ってみんなでちょっとブーストして新しい出会いに広げていこうと。単に話し相手欲しいでも別にいいですから、いろんな目的で Tinder 使ってみると良いと思います。前回ね、ちょっとあの Tinder ね、私担当いたしまして、 Tinder の方でね、こうリアクションペーパー書いてもらったんですけど、その時の質問をちょっとね、最初の授業なんで軽く説明して終わろうかなと思います。前回は今回に貸してるな。あの、なかなかマッチしない場合どうしたらいいですかって質問来てるんですけど、うん、これは、安易にブーストを使うと良くないです。まずは自分のプロフィールを見直せと僕は言いたいです。結局プロフィールをね、ちゃんと充実させないと見てくれないと。親切なプロフィールを心がける。そうで、写真の並びもね、考えたりとか、どんな写真を使うか、はい、顔写真だけ、それだけじゃよくない。全身が写ったやつも使いたいし、友達と大勢に仲いい人もいるんですよっていう感じも使いたいし、ただやみくもにブーストすればいいと思ってるのは本当にもう何でもない。天気からやり直してください、最初はね。めっちゃ切れてる。そしてあの、先生のことをLIKEするので単位くださいって書いてます。あげます。あの、授業終わりに私ブーストかけるんで。ブーストまでかけやがる。見つけてください。あの、欠席の連絡とか、あの、Tinder の連絡でしか受け付けてませんまず先生見つけなきゃいけないんだ。あの、メールアドレスとか別に教えません。 Tinder でマッチしてそこで連絡してください。気持ち悪いこいつ。授業遅れる時とか電車の遅延とかも Tinder でのやつのみです。初連絡全部 Tinder？ 初連絡は全部 Tinder からです。なんか最後質問ある人とかいる？いなければ終わりますけど。あ、はい。あ、どうぞ。先生は直近でどういう人とマッチしました？直近でマッチした人ね。はい。今日です。本物の西田さんですか？
敗者復活で面白かったです。朝のただのネタの中で使った言葉を書いてくれて、まだのジャブ程度の知ってくれててあざますですね。あー、いかがだな、こいつ。わかりました。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ皆さん、充実したフィンガーライフを、ね、送れるように、今日から頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。よし、ブースが来ますから、皆さん見せてください。キムさん。キムも。